to the mountain top 見に行こうかまだ見ぬ光景生き様はそれぞれで OK いや、新平太だぜぜぜぜ本日なんですけれども、はい、以前にプロ野球の下りからライムフロー、ライムフロー、はい、まあ、それぞれのジャンル、うん、新平さんが選ぶラッパーみたいなね、はいはいはい、企画をライム編として一度撮ったんですけれども、ね、うん、今日続編ということで、はい、本日は新平さんにフロー講座のねラッパーをぜひとも選んでいただければな。フローの方が難しいよね、うん、まあ中でも分かりやすい人いきますか、はい、一番この人が代表じゃないっていうのはやっぱりムートンなんじゃないですか。早口でバーッとやったりこうめちゃめちゃリズミカルにバーッとやったりするタイプじゃない。間を使うのが非常にうまくてそれによって生まれるグルーヴ、あとメロディーセンスもあるし、頭一つ二つ抜けてんじゃないのかな。この試合とかパワーウェイ VS ムートン出てきてください。先行で先行レゲエビートでお願いします。いただいて先行パワーウェーブ後攻ムートンレゲエルール60秒2ターンになります。それではいきましょう。先行パワーウェーブ後攻ムートン60秒2ターンレディーファイト。後攻ムートンカムケープレス本物を見せてやる。どっちがレプリカ、お前はレプリカ、俺ならテクニシャンプロ。ミスティ無音だろうとやろうぜ、音のない世界の中あと40秒どうなる。 PCT こもらせ、この本物は見物だぜ、バップスタイル描いたらせ、このライブなら耳元だぜ。ビキリキリキリ鳴らした乗り方、どっちが本物だろう。入りのゆっくりさ、そこからバンドを操ってアカペラにして、アカペラであんだけラップしながらビートがずっとこう鳴ってるのが聞こえるというか、アカペラにしてるけど自分のラップのグルーヴはずっとその前に鳴ってたビートに合ってる、だからプロって言った時にしっかり戻れるっていう。即興でこんなのできるやついねえって自分でも言ってるけどいないですよね。あとはそれではいきましょう。先行ムートン高校未明発祥で使える3ターンいきましょう。レディーファイト。テイクワン、マイクチェック、今宵は快晴、晴らすか再生、調子どうよ快晴、悲鳴の悲鳴が聞こえる、来るなら3秒前、ラタタタラバタンバンアマサッタマラファッカーアラサンタボク。持ち歌なんじゃねえかぐらいビートにフィットしてる。このラップされた後ラップすんのほんとやだなっていうぐらい完璧。言葉数にしたら多分他のラッパーよりすごい少ないと思うんだよね、給付が多いから。でそれがあることによってその後の言葉も生きてるし、一番フローって言って思い浮かぶのはムート。であとビートに対する乗り方がうまいっていう人は結構いて、中でも俺がすごい上手いなと思うのは ID かな。 ID のラップも絶対真似できないなっていつも思っちゃう。これはサム対 ID の先行 ID、 はい、後攻サム、レディファイト。 I'm changing the mix ID 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 No instead of freaking keep me dust I freaking freaking Get on the day 何だけ思い出せ問いかけるブレイクみたいにそういうメモリドラ。エビテの声の使い方とかまで完璧、トラップ乗りというか最新乗りのものにものすごいフローが合うよな、しかっこよく聞けるし花があるフローするなって一番思うのは ID かもしれない。本当にかっこいいなっていう、外人のラップを聞いてんのと
全く遜色ないフローをフリースタイルで一番できるのは ID なのかなと。ムートンとはタイプちょっと違うじゃん。あとはこうヒップホップ IQ がめちゃめちゃ高いですよね。バリエーションが多いじゃん。一番フローの引き出しというか手数、乗り方のリズムパターンが多いのが ID なんじゃないのかなと思って見てますけどね。あとはその ID の原型ってわけじゃないんだけど、フリースタイルのラップってなんか型があるじゃないですか。それを1個超えたフローを一番最初ってわけじゃないんだろうけど提示したのが俺はチコカリートなのかな。ダンジョンの最初の方のチコとかも結構凄まじかったでしょ。フローのチコの場合はバイブスと感情が非常に乗っかる。これは2人ともすごいんだけど、ボンベロバーサスチコ見てみますか。2回戦第2試合にさせていただきます。先攻チコカリート、後攻ボンベロ、発祥ですかけるサイアンレイファイ。オッケーを飛んでろ、そのカロでこのビート、yeah、 俺カレーと同じエアフォースワン、米兵のおじいちゃん、マジで狙ってるヘッショット、マジで狙ってるヘッショット、つまりこれは予告犯、俺の方が稼ぐ名誉、yeah、 間違いねえだろ、これ変わっていこう。もうお前さっきから楽屋で俺のことチロ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 見過ぎなんだよ、yeah、 友達になりたいのは分かんねえけど、これバースをしっかり返してほしいって飛んでろ。オッケー、yo。中でもそのチコのすごいなって思うところはめちゃめちゃ聞き取れる、聞き取れなかったり音としての気持ちよさを優先する節があるような気がするの。声質もあるとは思うんだけどしっかり全部入ってくる。ボンベロもめちゃめちゃかっこいいんですよ。めちゃめちゃうまい。チコもやっぱこいつラップうめえなっていうぐらいめちゃめちゃうまいんだけど、チコが言ってる2階席聞こえてますか。バック系とかバウンス系っていうビートに跳ねながら乗っからせたらもうちょっと止められないなっていう印象かな。あとは若手はもうみんなうまいじゃん。多くなってきましたね。みんなうまいじゃん。今のボンベロだってそうだけどみんなうまいと思うんだよね。リズム感自体も全然違うのかなと思うんですけど、中でもまあ00世代の代表格フーマのボタローのフローリズム感はめちゃめちゃやばいな。この試合はもう超バズったから。高校生ラップ選手権3対2の判定、なぜか俺が負けた。だけど半年間ずっとぶっちゃけ俺変わってねえと思ってたから今日リベンジするぜ。その高校の意見、いや楽しかった、なんか見る男を見る目がねえとか言ってるのか、幸せな新婚生活とかちょっと気まずいんだけど、この場でバッチリ盛り上げるぜ。エイトテイみたいなやつは置いといて、次の事件へレレレレレレレ、ただ単純にこうストップアンドゴーのわっ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 っていうのをうまく使ってぶち上げる爆発力、爆発型フローで、この爆発型フローできる人っていいのかなと思ったら他になんか思い当たんない、唯一無二の能力なんじゃないかなと。すっごい不思議なんだよね、ラップそのものにすごい花があるよね。で今若めの子でフローって言ったらゲルなんじゃないの。コーラとかの時からもう何年も経ってるから当たり前なんだけどだいぶ変わりましたよね。そんで今多分若い子が注目してフロー校舎だと思われてるのは一番はテルなんじゃないのかな。この試合はどっちもテルとリュウキ。それじゃあ始めましょう。先攻リュウキ、後攻テル、ヘイジチャカブッカマスッ。Oh, my God.
なラップをするなと、リズミカルに音にはめる、それによってこう自分が楽しむっていうことにフリースタイルの中でも一番重きを置いてる、身体的こうリズム感覚の良さをラップから感じさせるのがテルなのかなと、新世代やばいなとテルを見てると思いますね。これでガンガン優勝するわけじゃん、特に辛辣なこととかディスとかもせずに、だからなんか MC バトルの捉え方が全然違うんだろうなっていう、もうすごいテルを見てるとか、とにかく音と楽しむ、音で遊んでる感覚を感じさせるフローをする、はい、もうちょっといろいろ並べましたけど、ライムより難しいよね、うん、他にもね、いろいろたくさんヤバい人がいるんですけど、分かりやすくなんかこう俺がすごいなと思う人がいると、今こんな感じなのかな。もちろんね、燃えるゴミとかね、グループがすごいし、他の人にはできないラップする、カテゴライズしていくとこの人たちが頭一つ抜けてる感じなんじゃないですか。他にももっとヤバい人いっぱいいるんでしょうけど、はい、ってな感じで今日はプロ校舎編やってみました。みんなもこの人ヤバいよとかコメントください。しんべたでした、どうもありがとう。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。